ラブ神戸をご覧の皆さん、こんにちは。今日は、神戸べっぴん物語っていう、こんにゃくでできたお菓子を持ってきてくださいました。上野商店の上野さんです。神戸べっぴん物語はどんなお菓子ですか？まあ、こんにゃくをベースにしたとってもヘルシーなわらび餅風のお菓子です。ありがとうございます。はい、これだいたいカロリーは、はい、10粒食べて餅だけで77キロカロリー。77キロカロリー。はい、でここにはヒアルロン酸50ミリグラムって書いてあるんですけども、はい、ヒアルロン酸も入ってるんですね。でこれは、はい、神戸セレクションの方で認定されてらっしゃるんですよね。トップセブンで7周年記念大会に出させていただいて、はい、選定していただきました。ね、きな粉と、はい、こちらがマンゴーソース。マンゴーソース、女の子にはとってはもうありがたい、そうですね、強いのかですね。はい、で昨年もドット6でお世話になってるんですけど、はい、今回そのバージョンアップということで、はい、ドット7ではヒアルロン酸50ミリグラム配合ということでバージョンアップしたものを出させていただきました。はい、